どうも、ハイチーです。今回は、受験まであと1ヶ月、2ヶ月、まあ、ぐらいですかね。まあ、本番皆さん違うと思うんですけど、時期は。そこまでに、どういう勉強法をしたらいいのかっていう相談に答えていきますので、よかったら最後までお付き合いください。では、話していきましょう。ただ先にね、言っておくと、今回この動画を見ていただいて、そんな勉強法あるの?みたいな発見は絶対ありませんので、そこに期待している方は動画止めちゃってください。で、勉強法についてね、伝えたいのは、今みんながやってる勉強法、今ね、みんながしてる勉強法を信じて、そのまま突き進んでください。もうそれ残り1ヶ月、2ヶ月、それが一番です。で、なんでかっていうと、勉強法にベストはないです。と思ってる自分は、ベスト一番だからね。一番の勉強法があるんだったらみんなそれするっていう話でしょ。ただ、ざっくり言うんだったら、継続することとか、コツコツやることっていうのはベストに近いのかなと思うんですね。でもそれはみんなが求めてる答えではないですから。でも、ベストはないんですけど、ベターはきっとあります。自分に合う。より良い勉強法、よりベターな勉強法はきっとあるんですけど、もちろん、効率が良くなったらいいじゃないですか。ベターなものが見つかるんだったらもっと、それはいいと思うんです。みんなにとって利益になるんですけど、見つけるのが大変なんですよ。そう。なぜなら、A 君にとってベターな方法が B 君にとってベターかどうかは、まあそれは定かじゃないわけ。それは違うと思うし、それぞれに合う方法があるからね。で、今、まあ、インターネットが普及してるから、調べれば勉強法いっぱい出てくるでしょ。携帯、スマホで検索してもそうですけど、YouTube でも動画上げてる方いらっしゃるよね。勉強法とか。結局、どれがいいのってなっちゃう。で、どれがいいか、どれが合うかって試さなきゃいけないんだよね。で、試してる時間はないっす。もったいない、その時間が。だって、これまでみんな今自分が信じてるその方法でやってきたわけじゃんか。で、もちろん伸びがすごい伸びた子もいれば、伸びがあんま良くなかった子もいるかもしれないですけど、でも、多少ならずとも絶対プラスになってるじゃん。知識は増えてるはずなの。だから、もう、それを信じてやってほしいし、あとは、勉強しながらさ、この方法でいいのかなって、もっとあるんじゃねえかなって、こうやってもダメなんじゃねえかな、なんかさ、こういう方法書いてあったんだよなって、こう悩みながら勉強してたら、やっぱり伸びないです。思い込みでも構わないんですけど、これでいいんだって、この方法で私は伸ばすんだ、成績をこの方法でやっていくんだって、もう割り切って思い込んでやってる人はやっぱ強いっすよ。あのね、迷いがないってものすごい強さなの、これって。で、受験っていうのはやっぱりメンタルをやられるので迷うんだよね。特にやっぱり中高生なんて自信がなかったりする人が多いじゃんか。自分に自信がないし、ネガティブに考えがちだからさ、自分なんてとか、自分がやってる勉強法なんてって思っちゃうんだけど、やっぱりそこはね、ぐっとこらえてほしい。思っちゃうのは悪くない。悪くないけど、それを思い込んじゃダメ。ダメだって自分の方は。やっぱそこはね、ちょっと踏ん張ってほしいかなと思います。受験っていうのは戦いなので、もちろん誰かが励ましてくれることはありますけど、助けてくれることはないんですよ、基本的に。ね、自分の代わりに試験受けてくれるなんてもちろんできないし、そんなことは。自分がネガティブになってる時にそれをネガティブ全部取ってくれることもできないでしょ。だから、あと1ヶ月しかないです。あえて1ヶ月しかって言わせてもらうけど、ないの、もう時間が。それを、まあ、ぐちぐちって言ったら申し訳ないけど、ぐちぐち迷いながらやってしまうよりは、もう割り切るの。これでやるしかないじゃんって。やったらよ、これで、みたいな。ふうに思って、自分はやってた。俺は、芸人のセンター受けた時に。やっぱ思ったよ。夏休み明けぐらいから伸びなかったから、あんまり。そう、伸び悩んでる時期があって、なんか合ってんのかなって。しかも俺、予備校とか塾行ってなかったから、学校の先生がね、言ってくれた方法でやると。これ、マジいいの?みたいな。周りさ、塾とか行ってる子ばっかだったからさ、予備校とか。みたいな。でも、まあ俺、その先生信頼してたから、松崎先生、いつもよくね、松崎先生ね。そう、信頼してたから、まあ、この先生が言うんだったら信じてみようと思って、まあ、なんとかなった。まあ、なんとかなったからさ、結果論としてこう話せるけど、でも、最後は振り切ったよ、もう。だって、ぐちぐち悩んでも誰も助けてくれないの。そう。だから、この方法でやったるんだって。そう。受かったるよ、この方法で。センター取ったるわ、みたいな、感じでやってたので、まあ、高校受験の方も同じですけど、こう、迷うことは悪くないです。悪くないですけど、迷って、ぐちぐち勉強はやめよう。立ち止まるのもやめよう。ひとまず、その方法を信じて、前に。
突き進んでいってもらえたらと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。大変な時だと思います。でも大変は大きく変わる時、いい方に変わることも悪い方に変わることもみんな次第でできると思ってますので、ラストスパートぜひね頑張っていきましょう。